本庄ダム、本庄ダム、本寺用ダムは、広島県呉市にある、呉市上下水道局が管理するダムである。1918年、大正7年、大日本帝国海軍呉陳樹府の軍用水道、呉陳樹府水道の水源地、貯水地として築造された。1999年、平成11年5月13日に、稼働している。 水道施設としては日本で初めて重要文化財に指定された。指定名称は本庄水源地園定水道施設。重要文化財の指定対象は以下の通り。取水施設も含め2013年現在現役利用されており、ここから呉市中心部の宮原城水上へと水が送られている。ダムの左岸側は海上自衛隊呉地方隊敷地であり、 2010年3月26日に、閉所した、呉焼山送信所跡地が存在する。右岸側川は2003年9月に休止した、本庄上水場になる。また、呉市における桜の名所である。普段はダムには立ち入り禁止なが、桜と富士の開花時期である春先のみ、一般開放され多くの花見客で賑わう。湖畔の一部、旧上水場北側が、 ベイクパーク本庄として、ピクニック広場が整備されており、桜やもみじ、けやきなどが植えられている。湖面には、神社が祀られた島があり、地元では、水神山と呼ばれている。ダム湖、本庄貯水池として、ダム湖百選に選出されている。ダム湖西側を、広島県道31号呉平屋線が通る。陳府専用の水道用ダムとしては、 舞鶴鎮珠府の桂ダム、桂貯水池園庭が最初ではあるが、近代水道の設備を備えた鎮珠府専用の大規模ダムとしては、本庄ダムが日本初である。本流である2河川の他に平屋川、小田川、おにぎれ川の計4つの川から流入し、それらから流入する堆積土砂防止のため、それぞれに鎮車、露過機能の持ち合わせた取水施設が作られている。 県道31号に沿って流れる、現在の2河川は、ダム建設の際に、付け替え河川として整備されたものである。以下、国の重要文化財、本庄水源地園定水道施設に指定されている、設備を列挙する。これらは春工当時からあるものである。その他の主要設備を列挙する。なお戦前の民間に流通していた土木系資料には、 軍事機密のため具体的な数値など詳細に書かれているものはない。1886年、明治19年海軍区が制定され、クレチンジュフが置かれることになり、秋群クレ港は、軍港として整備されることが決まった。そこで海軍へ安定した浄水を送る、軍用水道、クレチンジュフ水道、海軍水道あるいは、軍港水道ともの建設が決定した。 クレシ中心部を流れる二河川中流域の大技、総山田村あざ東にが平ら港に水源に降水源地を設け、海軍敷地内であった宮原浄水場まで運ばれ浄水し、陳樹府関連施設に送られることとなった。ただ1903年、明治36年呉海軍交渉が正式に発足すると供給不足となったことから、 クレチン水道の抜本的な補強を行うことが決定した。1906年、明治39年測量を開始し、1909年、明治42年12月、西尾小太郎くれ海軍経理部建築会により4つの水源地案が作成された。1910年、明治43年6月吉村調査区海軍省。 臨時海軍建築部公務員による現地調査が行われた後、同年11月に用は新たな案である第5案を作成し、同年12月これを吉村が認定したことにより、ホンダムの建設が決定した。1911年、明治44年6月、第3期拡張工事機構。1912年、大正元年9月水源地着工。1918年、 大正7年2月竣工。ここから宮原浄水場に水が送られた。同年4月28日に竣工式が行われている。その規模は当時東洋一と言われ、課題なものとさえ言われた。工事費180万1246円60銭。クレチン建築家の設計担当の技師2人が途中、体調不良により辞職し、工事に、 延べ172万7800人を使い、死者15人、負傷者259人を出すなど難航時であった。その後、クレチンはさらに拡大を続け水需要はさらに増加し、よそにも水源地を建設している。クレ氏は軍港ととして拡大していく中で、市民から上水道創設の要望が出ていた。ただ、クレチン水道はあくまで海軍専用であり、 市民には供給されていなかった。日露戦争以降人口は増加したことから、呉市側は衛生上と防火上の問題から、上水道の必要性を痛感し、海軍側も市の環境悪化は指揮につながることから、上水道敷設に理解を示した。1904年、明治37年、呉市議会にて、上水道敷設を決議、技術者を招集し、調査に入る。 ただ、呉市中心部を流れる二河川は、呉鎮水道により取水されていたためさらに、呉市水道用に取水することできず、また、呉市の財政上の問題から、新たな水源地の確保は、困難な状況だった。ちょうどその時、海軍は、呉鎮水道拡張工事を行っており、1911年、明治44年7月呉市はここ、本庄水源からの予水分用、 クレチンに陳情した。1913年、大正2年3月クレチンはこれを許諾したことから、同年5月クレシは実施設計をはじめ、同年8月クレシ水道敷設計画案を市議会にて可決した。1915年、大正4年7月12日クレシ水道着工。1918年、大正7年3月竣工。同年4月1日ここから、 平原浄水場に送られ通水開始した。1945年、昭和20年クレ軍港空襲をはじめとする、市街地の空襲、同年9月枕崎台風、とクレ市中心部は立て続きに被害に遭遇し水道も壊滅状態となった中で、終戦後にクレに常駐したイギリス連邦占領軍により、水道復旧命令が下され、市職員のほか旧海軍の応援で、 同年10月6日マズブコフ用の浄水を確保し、後市民用の浄水を復旧させていった。1950年、昭和25年旧軍港市転換法施行に伴い、1954年、昭和29年12月までに、旧クレチン水道は、国から、クレ市に移管された。以降、拡張工事により、市水道施設との一体化を図り、現在に至る。 1980年本庄浄水場を運用開始したが2003年をもって休止している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。